ここ5試合勝利のないアルディージャはホームにグランパスを迎えます。試合が動いたのは前半29分、競り合いから抜け出した西村のクロスに久永、アルディージャが先制します。素晴らしいクロスからでしたよね。よく入ってきてましたね、久永。その1分後、相手のクリアボールを山口が絶妙なパス、最後は杉本、グランパスが1対1の同点に追いつきます。このパスも良かったですけども、やっぱり乗ってる選手杉本、見事なシュートですよね。さらにグランパスは本田のクロス、4線が合わせてゴールを奪い2対1と逆転。前半はグランパスが1点リードで折り返します。まあ、本田の高いボールもいいボールでしたけども、この4線のイメージですよね、こういう感じで打ちたいと、その通り言ったんじゃないですか。徐々にリズムをつかむグランパスは後半13分、右サイドの中村のクロスに杉本がシュート、3対1と突き放します。そして後半21分、右サイドを抜け出した杉本が個人技で持ち込み、さらに持ち込んでダメ押しの4点目。杉本この試合3得点です。自分の前にスペースがあると、やっぱこういうプレーができるっていうのは本人も分かってますから、ディフェンスのクリアからですよね今ね。試合はこのままグランパスが4対1でアルディージャに快勝しています。プロになって初めてのハットトリックを達成したグランパスの杉本、4線が真ん中で張っていてくれるので、その周りで動き回って 裏への動き出しを意識しているのが良い結果に結びついていると話していました。この試合負けたアルディージャは今シーズン初の4連勝です。